はいどうも、ワンソクチューブです。今回はですね、2019年12月24日に発表されました新型ハスラー、フルモデルチェンジした新型ハスラーを見てきましたので、エクステリアと内装編お届けしたいと思います。今回はね、カーンドレジャーさんの、取材に同行させていただきました。私もね、カーンドレジャーさんの、ウェブページにですね、ハスラーの記事を寄稿しますので、下の詳細欄にリンク貼っておきますので合わせて見ていただければと思います。見てきたのはですね、ハスラーハイブリッド X ターボの 4WD ですね。車両本体価格は 161.2 万円と、まあ、結構な価格なんですが、これでもねオプションを含んでいない価格になっています。ただね、ハスラーは128万円からラインナップがありますので、価格なんかはねすでにホームページで発表されていて、予約などもできると思いますので、気になっている方はねお近くのスズキのお店に足を運んでみてはいかがかなと思います。それではね、まず新型ハスラーのエクステリアから見てみたいと思うんですが、以前にもねハスラーの、東京モーターショーで見てきたの動画もアップしてありますが、パッと見ね、どこが変わったのっていうぐらい超キープコンセプトのエクステリアですよね。でもよくよく見てみると、ボンネットフードのところとかリアエンドのところとかが、結構垂直に、切り立つようなデザインになっていて、先代のね丸みを帯びた門丸的なデザインよりももっとよりスクエアになった印象になります。そしてね、どこかジムニーを彷彿とさせるようなタフさを備えたエクステリアになったんじゃないかと思います。細かく見てみましょう。まずこのフロント部分なんですが、ヘッドライト今点灯させています。このね丸めのデザインがね、先代からの踏襲されたデザインになっていますが、ファニーで可愛い感じになってますよね。でフォグランプも LED っていうのはいいですね。そして、ポジションランプがね丸いんですけれども、破線状に、3つに分かれていますね。そしてウインカーは、豆球なんですけれども、こんな感じに光ります。丸いポジションランプが3つに分割されているのが分かるでしょうか。そしてねバンパーのところにも、力強いねボディ装飾の、サイドのフレームみたいなのが入っていますよね。続いてサイドの方に回ってみましょう。新型ハスラーのボディサイズは全長3395、全幅1475、全高1680と、全長全幅は軽自動車のサイズいっぱいいっぱいなのは同じなんですが、全高はね少し高められています。このね、ルーフエンドの部分が本当にスクエアになっていて、ちょっとね本当にジムニーみたいな感じありますよね。そして、こちらアルミホイールは15インチが測れていますね。これもタフな感じのデザインでいいですね。フェンダーアーチの部分も、少し先代よりも、角張ったデザインになっていて、より力強さを強調しています。でこちらハイブリッドのロゴがついていますが、ハスラーは、マイルドハイブリッド搭載となっています。この辺もねライバルに対してアドバンテージがあるところかなと思いますね。そしてリアなんですけれども、本当にねルーフエンドのデザインなんかはね角張った感じになりましたよね。かなりねワイド感も強調されて、よりマッチョになってかっこよくなったんじゃないかなと思います。でウインカーはこんな感じに光りますね。リアはね結構変わった印象ありますよね。でこのリアコンビネーションランプもクリアになっていますし、ルーフエンドがねこんな感じで切り立っていますよね。でアンテナは、棒タイプですね。でマフラーはこのように切りっぱなしのものがついていますが、まあね、ちょっとジムニー的なワイルドなイメージだったらこれでもいいんじゃないかなとも思います。続いてインテリアを見てみましょう。でドアパネルはこんな感じ。上部のね一部にねこうファブリックが貼られているのはいいですね。温かみがあって、ここはハードプラで、ドアハンドルは塗装ですね。以前に見たものは無塗装だったですけど、これはね上位グレードのためか塗装されていますし、オレンジのね差し色も入っているのはね見栄えいいかなと思いました。まあ、ヒンジは見るまでもなくプレステですね。続いてシートの方を見てみましょう。シートもねオレンジの差し色がおしゃれですね。でちょっとなんかテクスチャーも入っていますね。全てファブリックです。でシートリフターも備わっていると。ジムにねシートリフターないですからね。ドア閉めた音聞いてみましょう。はい、新型ジムニーのインテリアデザインなんですけれども、これもねかなり変わった感じしますよね。メーターとインパネと助手席のダッシュボード前のところに丸いねパーツが備わっていて、これがねアクセントになっていますね。ちょっとミニの内装を彷彿とさせるようなデザインですけれども、3連になっているところがね新しいかなと。
そしてこちら9インチの、ナビモニターがついていますが、これね巨大ですよね。そしてさらに360度モニターも今回の新型ハスラーから採用されているということで、これもね車両の周囲をねこのように確認できるのはいいですね。合成の精度も高いです。このようにねシースルービューみたいなのもあって、車両の周囲を確認できるというのはいいですね。装備充実してますね。そしてここに CD、DVD のスロットがついてるのも良いかなと。で、ここにエアコンの吹き出し口があって、デザインね、かなり整理されてますよね。そしてシフトノブ周りにもグロスのパーツがついていますし、ここね、ステッチもついていると。いいですね、質感。で、エアコンのところの、こう、レバーとか、スイッチを押した感じなんかも、節度がね、ちゃんと調整されていていい感じです。そしてここ、四駆システムですね。ヒルディセントコントロールとか、スノーモードとかのボタンがね物理的に備わりました。これいいですね。そしてその下には USB ソケット一口と、前席のシートヒーターついてる、これいいですね。その下シガーソケットがありますね。はい。そして、今回からセパレートシートになりました。でその間には、このねパックも入るドリンクホルダーと物置になっています。でアームレストも完備されています。続いてステアリングホイールなんですけれども、こちら本革巻きになっていますね。これいいんじゃないでしょうか。しかもパドルシフトもついてるといいですね。で、メーターなんですけれども、これもねいいですね。 4.2 インチの、マルチインフォメーションディスプレイカラーですね。これが備わっていると。情報もいろいろ切り替えられて、運転支援系のね、情報も表示されてますね。あ、それからね四駆の状況なのか、あとタコメーターとかマイルドハイブリッドのバッテリーの蓄電状況なんかも見ることができるといいですね。そしてステアリングホイールの右側には運転支援系のスイッチがあります。アダプティブクルーズコントロールはなんと全車速追従タイプと。ただし、電動パーキングブレーキじゃなくて足踏みパーキングなので、全車速追従なんですけれども、停止保持ができずに、まあ、2秒経ったら前に進んでしまうタイプになります。でステアリングの右側にはカップホルダーがありますね。でここスタートストップスイッチで、安全装備系のオフスイッチがあります。この辺は特に何もないかな。続いて助手席の方を見てみましょう。こちらね、こう穴が開いてますが、ここに紐をねかけて、物を止めておくなんてこともできるそうです。でここ開けると、ここテーブルになってます。なんでお弁当食べたりとかするにはいいですね。でティッシュも多分収まると思います。でその下にもね大きなトレイがあって、収納はかなり充実してますね。さらにグローブボックスも完備と、3段収納ですね。これいいですね。で続いてオーバーヘッドコンソールなんですが、ルームランプは豆球ですね。でバニティのところにカードホルダーがありますが、ここにはランプはありません。続いて後席を見てみましょう。後席ドアの内側はこんな感じ。ここはハードプラですね。ただシボがあるのでそんなに安っぽく見えません。で、ドアにドリンクホルダーがあるのはいいですね。で後席足元めちゃくちゃ広いです。乗り込んでみましょう。でドア閉めた音聞いてみましょうね。はい。で、シートバックポケットが2段になってるのもいいですね。これグレード別の装備だと思います。上の方にねスマホなんかをひょいと投げておくのはいいですね。そして膝前空間めっちゃ広大ですね。拳3つ分ぐらい、 3.5 個分ぐらいありますかね。めちゃくちゃ広いです。足伸ばせるぐらい、足余裕で組めちゃいますね。で先代よりも 35mm、ホイールベースが拡大しているので、後席の居住性も 35mm 拡大しています。そして助手席のシートバックにはテーブルがあるのはいいですね。これ他社だとねオプション扱いが多いんですが、ハスラーはグレードによってこちらのテーブルが標準装備となります。そしてねフロアも完全フラットなのがいいですね。後席にアームレストは備わりません。で、リアクォーターウィンドウがね今回のハスラーで新設されたので、室内が明るくなっていますね。続いてラゲッジを見てみましょう。でバックドア開けるとこんな感じですね。さすがに後席を使っていると、まあ、ラゲッジスペースミニマムなんですけれども、これはまあねどの軽自動車でも一緒ですね。ただ今回のハスラーからここのねシートバックの紐を引っ張ることで、このようによいしょと、ラゲッジ側から後席をスライドできるようになったのが大きなポイントです。スライドさせるとね10センチ以上広がるかな。
で、ラゲッジアンダーには、トレイがあります。これ取り外しが可能となっていて、汚れ物を、ね、入れても洗うこととかもできます。でこっちの、シートバッグもずらして、最大でね荷室これぐらい広げられます。これだとね結構広いですよね。でシートバッグも、汚れ防止のね、防水加工がしてあるのがいいですね。で肩にある、レバーを倒すと、完全にフラットになると。あ、ここまでフラットになるならいいですね。結構ね軽自動車でも段差できちゃう車ありますけれども、ほぼフルフラットですね。これは使い勝手良いんじゃないんでしょうか。しかもね汚れ防止と、なかなかいいんじゃないですかね。といった感じで、新型ハスラーフルモデルチェンジ見てみましたが、いかがでしたか。個人的な感想としてはですね、結構いいですね。デザインも本当、ジムニーを4枚ドアにしたみたいな、かっこよさ可愛さを備えていて、ジムニーではね、ちょっと実用性、鉱石の狭さとかもちょっとなって思ってた人も、このハスラーだったらね、見た目の可愛さで選んでも、ユーティリティも十分ということで、実用性もかなりいいですね。で内装のデザインもかなり、アップグレードされて良くなってますね。9インチの、ナビ画面であったりとか、4.2 インチのカラーのマルチインフォメーションディスプレイとか、この辺ね本当見栄え非常に良いです。さらにね、なんつうかね、デザインの密度感がかなり上がってますよね。昨今のアウトドアの人気も相まって、ワークマン女子とかいるぐらいですからね、そういった人たちにも受け入れられるような、日常ユースにも使えるし、アウトドアにも使える、そういうねタフなギアっていう感じがしますよね。で全車速追従のアダプティブクルーズコントロールもついたし、車線逸脱抑制の制御も加わったり、360度ビューもついたりと、運転支援装備なんかもねかなり充実してますからね。ただ押しむらくは電動パーキングブレーキ非採用ということですね。デイズとか N ワゴンが採用してきて、軽自動車にも電動パーキングブレーキ採用される流れになってきてるので、期待してたんですけれども、今回のハスラーでは採用なしということになっています。今までなかったものなんでね、なくても問題ないよって人にはいいんじゃないでしょうか。これはねなかなか人気のモデルになるんじゃないかなと思います。今回はね試乗はできなかったので、試乗ができるようになったらまた試乗編もお届けしたいと思います。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。